今を生きて、岩見和子。生まれも育ちも下町の日暮里。戦時中は連日空襲に明け暮れて、生きるも地獄、死ぬのも時の運。3月10日の東京大空襲は、むせ返る熱波と黒煙の中、もう誰も後ろも見えない。我が子を、 探す声、子供の泣き叫ぶ声、人の波に流され、やっと高台の神社にたどり着き、眼下に燃え盛る戦火に命があったことに泣いた。妹と共に命があったことが嬉しかった。しかし、母はすでに泣く、兄弟の 子供六人が生き続けるのが大変であった情けない毎日食べること飲みに行き無賃乗車で電車の夜窓にしがみつき男の人のベルトで捕まって田舎の芋を盗みに行き畑に 大振る式を敷き、盗んだ芋を入れ、駅に帰ると、駅に見つかる、逃げるのが大変だった。戦時中は、大東区役所に縁があって在職。上野の地下道に家のない人が集まっているということがわかる。朝、試食の腕章をつけ、 上の駅へ近づけば、足の踏み場もないように人が重なり合って、鼻をつくような悪臭。目は閉じたまま、息はしているかしてないか、人の顔とは思えないその、その中に、必ず死人がいた。手を触れても動かず、この人の人生は何だったろうと思った。 子供は持っていた手ぬぎの水をしゃぶり、その様子は涙なしでは見られなかった。死人が出れば上の警察に連絡しかできない。子供の声で、母ちゃんどこ言葉も出ない。情けなかったよ。この光景は一生忘れることはないだろう。こういう仕事あったことは、 市民課で一部の人しか知らなかった。今でもあれは何だったんだろうと思う。当時市役所に戻れば窓口で何事もないように普通に事務の取り扱いをしていた。誰にも話したくても一部の人しか知る人ぞ知るで夢のような話だった。 90年になった今もなお時折夢に出てくる、もう誰も経験してはいけない、消えることのない悲しみだった。2021年11月15日、国立市役所にて録音。現在94歳。国立市に55年住んでおります。